ルパン三世役が似合う俳優ランキング。もし2019年に実写化するならルパン役は誰というテーマで10から40代の皆さんにアンケートを実施しました。早速10位から発表です。第10位、山崎賢人。ルパンの細いシルエットを再現できる、スタイルがいいので似合いそう。かっこよくて女に甘い、チャラい感じもうまく出せそう。アニメキャラのキャストを多く務めていて実績があるから。数多くの漫画実写化で主役を演じてきた山崎賢人さんがランクイン。フレッシュで新しいルパンが見られそうです。第9位、坂口健太郎。背が高くて手足が細くて、あのもみあげが似合いそう。パッとひらめいたのが彼だった。ひょろっとした長身だからハマりそう。見てみたい。坂口健太郎さんのあの長い足があればルパンのスレンダーなシルエットを完全に再現できそうですね。もみあげが似合いそうというのもわかる。第8位、佐藤健。ルパンを演じるには少し若いかな。もう少し年を取ればもっといいかも。ビジュアルがルパンに近いし身軽なのでいいかも。タケルくんなら2枚目も3枚目もできると思います。アクションを伴う演技ができるので。佐藤健さんの運動センスがあればルパンの脱走シーンや縄抜けなどのアクションシーンを派手にかっこよく演じてくれそうです。第7位、三浦春馬。背が高く細身のイメージでもイケメンすぎるかな。ルパンといえばかっこよくてセクシーでいてほしい。というわけで三浦春馬です。背の高さと顔の雰囲気がルパンに合いそう。ちょっとエキゾチックな顔立ちもルパンの魅力を表現してくれそうですね。三浦春馬さんの2枚目半な演技も見てみたい。第6位、柳楽優弥。2枚目でありながらコミカルな演技が絶妙にうまい、この人が最適だ。見た目がちょっと違うかもだけれど、ここ数年のテンションの高さと勢いで新時代のルパンになりそう。青い炎を見てコミカル表現も滑らずに面白いと思わせることができる実力派俳優だと思った。柳楽くんのルパン見てみたい。柳楽優弥さんの濃い顔立ちはルパンの扮装をしたらハマりそう。あの驚異的演技力で柳楽版ルパンを見たいです。第5位、瑛太。スレンダーな体型がルパンっぽいし、ひょうきんな役が似合いそう。あの耳の形にはルパンの長いもみあげが絶対フィットする。ひょうひょうとした感じが合っていると思いました。ひょうひょうとしてつかめない、そんなルパンに似合いそうという声が上がったのが瑛太さんでした。耳が大きめでルパンのもみあげとマッチしそうな雰囲気あります。第4位、松坂桃李。なんとなくルパンのイメージがある。かっこよさの中に色気と面白さもある。かっこよすぎるルパンを見てみたい。スレンダーな体型だし意外に似合うと思う。顔の輪郭が細い松坂さんはルパンの面影がありますね。顔立ちが優しいから、いつもより紳士的だったカリオストロの城のルパン役がハマりそう。第3位、妻夫木聡。顔が似ている。髪が黒く眉毛が濃く、細身の人といえばこの人。3枚目キャラクターの演技もうまい。ルパン役ならまず若手ではないかな。普段おちゃらけてるけどかっこいい雰囲気がある妻夫木さんがいい。妻夫木さんは細面の輪郭といい、ちょっと長めのもみあげといい、スラッとしたスタイルといい、ルパンの特徴にいくつも合致。女に甘く利用されちゃう妻夫木ルパンを見たい。第2位、菅田将暉。若干キャラが違うかもだけれど、彼の演技力で面白くしてくれそう。やんちゃな雰囲気が合うと思う。振り切れた面白いルパンを見せてくれると期待。カメレオン俳優の菅田将暉じゃないと演じきれないのでは。惜しくも2位だったのは、今や飛ぶ鳥を落とす勢いのある菅田将暉さん。コメントでも彼の演技力への期待の大きさが伝わるものばかりでした。
スレンダーな体型で機敏なルパン見てみたいですね。そして注目の1位はというと、第1位賀来賢人。イケメンだけどルパンの雰囲気がある。気取らないしユーモアもあるしね。コミカルさとニヒルさを併せ持った彼はルパンにぴったり。フォルムは若干違うかもしれないけれど、彼の勢いというか演技力で新生ルパンが楽しめそう。1位に輝いたのは、今日から俺はでブレイクした賀来賢人さんでした。ルックスも面長なイケメンで、ルパンの雰囲気もバッチリ。彼が画面いっぱいに動き回る姿を見たいですね。以上、ルパン三世役が似合う俳優ランキングでした。あなたがルパン役にぴったりだと思う俳優は誰ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。